平野翔の一人サウナ挑戦機。孤独を乗り越える感動の瞬間。平野翔の孤独と絆、神宮寺勇太とガン太が支える感動の裏側。平野翔の物語は、一人の若者が孤独と向き合い、仲間たちの支えを得ながら成長する姿を描いた感動的な物語です。彼は基本的に一人でいるのが苦手で、コンビニやスーパーには一人で行けるものの。 洋服を買いに行くには5人必要だと冗談交じりに語るほどです。映画館や飲食店にも一人で行けず、映画館ではどこを見ればいいかわからないと話しています。このような彼の一面は多くのファンに親近感を与え、また彼の人間味あふれる部分として多くの人々に愛されています。平野翔の寂しがり屋な性格を支えるのは、神宮寺優太と岩優太という二人の親友です。彼らは、 翔が孤独を感じないように常に一緒に過ごし、特に休みの日には頻繁に交流しています。彼らの絆は非常に強く、仕事以外でも一緒にいることが多いです。このような友情関係は、彼らがどれだけお互いを大切に思っているかを物語っています。特に印象的なのは、コロナの自粛期間中のエピソードです。この期間中、平野翔は毎晩のように横浜流星に電話をしていました。 彼らは愛してると言い合い、一緒にイタリアンディナーに行ったり、レインボーブリッジの夜景を見に行くなど、非常に親密な関係を築いています。このエピソードは、ショウがいかに人とのつながりを大切にしているかを示しています。最近では、ショウは少しずつ一人で行動することにも慣れ始め、サウナに一人で行けるようになりました。彼はサウナでの自撮りを SNS にアップするなど、 一人の時間を楽しむ方法も見つけています。しかし、彼が本当に心を許して頻繁に会いたいと思うのは、限られた少数の友人たちであり、その中には神宮寺優太、岩優太、横浜流星が含まれます。この友人たちは、全員がイケメンであることが共通点です。平野翔が神宮寺優太や岩優太と一緒にいるとき、本当に嬉しそうな笑顔を見せます。彼のファンからは、 翔くんは可愛くて愛惜しいといった声が多く聞かれます。デビュー前からの親友である慎太郎くんも、どこにいても駆けつけてくれる存在であり、教習所にも付き添ってくれていたと話しています。慎太郎くんは優しく面倒みが良く、ずっと翔の親友でいてほしいというファンの願いも込められています。神宮寺優太と岩優太は、最高のパートナーとして翔のそばにいてくれる存在です。 ショーの寂しがり屋なエピソードはほっこりとするものであり、彼は一人が苦手ですが、プライベートを過ごすのは気を許した人に限定しています。そのため、彼がジンやキシ君、一般の友人や横浜流星と話す姿を見ると、本当に嬉しそうに感じます。自宅ではさすがに一人で過ごしているとのことですが、それでも彼の心の中には常に大切な人たちがいます。ガン・ユータは、 一人の時間が必要な人だと言われていますが、それでもショートの絆は非常に強いものです。最近、ブローユアーカバーという曲が優先放送で1位になったそうですが、これも彼らの努力の成果と言えるでしょう。ショーは家族の愛に包まれて育ち、早くから親と離れて暮らしていたため、寂しがり屋で甘えん坊な一面もあります。彼が家族と同じくらい信頼できるのが、神宮寺雄太やガン雄太。 新太郎くんなどの友人たちです。しかし、一人の時間も欲しいので、彼はデレデレツンという感じでバランスをとっているようです。ショーは本当に普通にいたくて、寂しがりで可愛い一面を持っています。そして、ジンやキシくんが大好きなのが伝わります。そのため、彼にはたくさんのファンがいて、ショーのことを愛おしく思っています。彼は人見知りですが、心を許した人たちに守られており、 ファンからも、寂しがり屋のうさぎちゃんがもし家にいたらどんなに愛惜しくて幸せなんだろう、といった声が寄せられています。一人行動が苦手なショーは、本当に可愛くてほっこりする存在です。ジンとは仕事でもプライベートでも一緒にいることが多く、その中の良さは他のメンバーにも伝わっています。彼らは一緒に住んでいるわけではありませんが、まるで家族のように親密な関係を築いています。 ショーは常に誰かがそばにいてくれる環境に慣れており、その支えが彼の精神的な安定にもつながっています。例えば、イタリアンレストランで流星君とショーが一緒にディナーを楽しむ姿は、まさに彼らの絆を象徴しています。このようなエピソードは彼らの友情がどれほど深いものであるかを物語っています。ショーは流星と一緒にいることで自分自身をリラックスさせ、 安心感を得ることができるのです。ショーの家族思いな一面もまた多くのファンにとって魅力的です。彼は大型連休の旅に実家に帰るようにしており、家族と過ごす時間を大切にしています。このような姿勢は彼の温かい人柄を示しており、ファンからも高く評価されています。今年のゴールデンウィークも彼が家族と一緒に過ごす時間を持てることをファンは願っています。しかし、 彼の一人の時間もまた重要です。寂しがり屋の彼でも、一人で過ごす時間を持つことで、自分自身を見つめ直すことができるのです。例えば、彼が一人でサウナに行くようになったことは、自立への一歩を示しています。サウナでの自撮りを SNS にアップすることで、彼は一人でも楽しむ方法を見つけています。このような彼の成長は、ファンにとっても励みとなります。昭和、 一人で行動することに挑戦し、自分の限界を広げていく姿を見せています。彼のこの姿勢は、多くの人々に勇気を与え、彼らの生活にポジティブな影響を与えています。また、彼のプロ意識の高さも注目すべき点です。彼は、人目がありすぎるため、一人行動を避けることが多いですが、それは自分自身を守るための危機管理能力の高さを示しています。彼のプロ意識は、 彼が常に最高のパフォーマンスを提供するための努力の結果です。騎士ユータとの関係もまた特別なものです。騎士は一時期友人が居候のようにしていたことがあり、その友人がテレビで騎士の部屋のことを話したことがありました。この経験から騎士は人に話されることを避けるようになりましたが、それでもショーとの絆は変わりませんでした。ショーの言葉選びの上手さや、 頭の良さにも関心する点が多くあります。ショーは彼のファンにとっても特別な存在です。彼の寂しがり屋な一面や彼を支える仲間たちとの絆は多くの人々に感動を与えています。彼の物語は孤独を感じやすい一人の青年が友人たちの温かい支援を受けながら成長し自立していく姿を描いたものです。この物語を通じて 私たちは友情の大切さや、人と人とのつながりの重要性を再確認することができます。ショーの成長は、私たちにとっても励みとなり、彼の姿勢から多くのことを学ぶことができます。彼の物語は、これからも多くの人々に感動と勇気を与え続けるでしょう。最後に、読者の皆さんに問いかけたいと思います。 あなたにとって、最も大切な友人や家族との絆はどのようなものですかそして、あなた自身が孤独を感じた時、どのようにしてそれを乗り越えていますか平野翔章の物語を通じて、自分自身の人間関係を見つめ直し、新たな気づきを得ていただければ幸いです。